そうですね。まあ、もともとはですね、YouTube をやるということは全く考えてなくてですね、まあ、やった方がいいんじゃないかとか、そういった声もあったんですけど、全く YouTuber なんてっていう、そういう感じでしたね、最初は。まあ、でもですね、ちょうど2020年の9月に僕はアップを始めたんですけども、なんで始めたんですかね、ちょっと思い出せないですね。はい。それはですね、まあ、YouTube をいざやろうと思った時に、まあ、いろんな方のね、YouTube を見させていただきました。で、その中でやっぱりこう結構言われてたのが、まあ、毎日動画を上げた方がいいんじゃないかということで、まあ、どういうね、動画だったら自分でも毎日アップできるかなっていうのをまず考えましたね。で、その中で、まあ、たまたま自分の中にあったのが、まあ、大丈夫だよっていう言葉だったら、毎日言えるんじゃないかなっていうのを思いました。それと、まあ、大丈夫だよという言葉はですね、いろんな使い方ができるなと。誰に対しても決して不愉快にさせることもないし、まあ、人を元気づけられる言葉としてはいいワードなんじゃないかなっていう、まあ、そういうのが大きいですね。まあ、それだったら毎日、言い続けることができるんじゃないか、やり続けることができるんじゃないかなと思いましたね。そうですね、間もなく4ヶ月ですね、ちょうど本当に120日目とかそういう形になってくるんですけども、まあ実際はそうですね、きついですね。毎日毎日大丈夫っていうぐらい簡単だろうって思ってたんですけども、すごい毎日毎日毎日こう時間に追われながら、アイディアもないままギリギリの中で本当にひねりにひねってやってるという感じですね。できればもう毎日続けたくないなと思ってますね。まあ、でもやる理由っていうのがありまして、これ今やめてしまったら、例えば2日に1回とか1週間に1回に変えようとかって思って、そうした場合、僕の性格上ですね、多分二度とやらないだろうなと。もうこの毎日やるとコミットしたことをですね、ただ本当にやり続けるっていうのがもう今の目標で、本当に多分じゃなくて絶対だと思いますけど、2日に1回とか1週間に1回っていうのは本当に二度とやらなくなるんじゃないかなっていうのはありますね。なので、それが怖いので、毎日やり続けようと思いましたね。どうにか振り絞って大丈夫だよっていうのを言い続けたいなと思いますね。そうです。もうそれだけです、本当に。もうそのやっぱり1日目、2日目とか3日目とかの動画を振り返るとですね、ちょっともう自分でももう
すごいね真面目に話してるのはいいことだと思うんですけど、ちょっと見てる自分でもちょっと耐えられないぐらい気持ち悪いというか、うん、最初はね、最初の初日とか2日目とかの動画っていうのは結構その本当にこう行き詰まって、もう生きるのが辛くて、本当にどうしよう死にたいとかそういうねなんか思い詰めてる人に対してなんか届いたらいいなと、一人でも二人でもこうそういう人がいたらちょっと待ちなさいと、大丈夫だからもうちょっと頑張ったら絶対楽しいことあるからもうちょっと頑張ろうよみたいな結構真面目な感じでやってたんですけれども、やっぱりどうしてもそれをずっと毎日続けるっていうのは本当に難しくて、ちょっと途中からまあバラエティの要素といいますかね、笑いの要素をこう入れていった方が、まあ、何かしらその時以上に、まあ、たくさんの人に見てもらえるんじゃないかっていうのと、やっぱりやる以上は、知ってもらわないといけないっていうのがあったんで、どうにかちょっとね、まあ、少し話題のものとかを取り入れながら、まあ、やってるのが今の状態ですね。とはいえやっぱり毎日毎日となるとですね、いろいろ本当に悩みます。はい、ふざけてる動画ありますけど、ふざけてます。でも大丈夫だよというこのワードに、まあ、僕自身も救われてるというか、全員が全員こう落ち込んでる人が、落ち込んでも今にもっていう人がね見るわけではないですし、まあ、もちろんそういう人に届いて思いとどまってっていうのが一番僕は嬉しいんですけど、それがやる理由の本当に第一に思ってることなので、とはいえまあチャンネルをね登録してくれてる方とかがね、まあどういう要素で僕の動画を見てるかちょっと実際分かりませんけれども、まあ、多少それなりにねエンターテインメントの部分も入れてですね、ちょっと演出があったりとか、まあ、そういう動画は今後やっていくことになるとは思います。まあ、もちろん僕のチャンネルっていうのは大丈夫だよっていうだけのシリーズではなくて、まあ、お出かけとかねそういったどっか旅行に行ったりした時の、まあ、いろんな動画とかもね今後はやっていきたいなと思ってますし、そうですね、まあ、チャンネルのタイトルがね平山茂の地球見聞録ということなので、まあ、今はこういった形でやってますけれども、まあ、コロナが落ち着いてね、もうちょっと自由にこう動けるようになったら、まあ、いろんな、まあ、日本に限らず世界のねいろんなところに行ってそういったところのね映像とか、まあ、旅の様子っていうのも YouTube としてアップしていきたいというのが、まあ、本来の目的で、そんなところですかね。決して ふざけてますね。もともとその人にね大丈夫だよって言えるような人間じゃないんですよね、僕って。本当にクズで40歳で無職で、まあまあ仕事はまあ間もなく始まりますけども、まあこんなずっと本当フラフラ生きてきた人生なので、まあ本当クズなんですよね僕は。だから何がねなんか大丈夫だよとか言いやがってみたいなね、そういう意見ももちろんあるとは思いますけども、まあこんなクズな僕でも大丈夫なんだから
絶対あなたは大丈夫だよっていうね、うん、絶対なんですよね。何が起きても大丈夫なんですよ、うん、もっと言うとどうせ大丈夫なんですよね、うん、それを一番伝えたいですね、この大丈夫だよでは、うん、どうせ大丈夫なんです、はい。どうせ本当に何があってもどうせ大丈夫なんです、はい。これは強く言いたいですね、こんなクズの僕が言うのもなんですけど、はい。ありがとうございました、はい。これからもですね、平山茂の大丈夫だよっていうのをですね、これ毎日続けていきたいと思っております、はい。今日はね、インタビューという形で、取材をしていただきましたけれども、まあこれからも引き続きよろしくお願いいたします。平山茂でした。ありがとうございました。